アウトワードバウンドのグループが死体不自由の子供とロープを使った遊びをしているところ。1996年野外教育は自然の中で組織的、計画的に一定の教育目標を持って行われる野外活動や自然体験活動を通して行う教育活動のことである。現在、NPO や民間の野外教育団体がたくさんある。また、 全国の少年自然の家や青年の家といわれる国や地方自治体の青少年、教育施設で野外教育を行っている。子供たちの生きる力を育むことが大きなテーマになっている。アメリカで1940年頃から野外教育という用語が使われ始めた。野外教育の父といわれる LB シャープが生み出したアウトドアエデュケーションが語源と言われている。 日本では1960年代頃からアメリカの野外教育が本や雑誌で紹介されていた。1996年に文部省に提出された青少年の野外教育の充実についてをきっかけとして野外教育という言葉が頻繁に使われるようになった。その後、文部省は1999年度から3年間に渡り、 専門的能力を持った指導者を育成するため野外教育担当者セミナーを実施した。学校で行われる集団宿泊学習のほとんどは講義では野外教育と言っても良いだろう。総合的な学習の時間で野外教育が行われたり、最近ではプロジェクトアドベンチャーを体育の授業に取り入れられることもある。自然学校と呼ばれる様々な民間団体の専従職員。 国立や公立の青年の家、少年自然の家の職員、教育委員会の社会教育主事などが野外教育を仕事としている。また、アマチュアでもボランティアの指導者がたくさんおり、どのような人でもボランティアの指導者になることができる。ただし、経験や技術、資格が必要な場合もある。文部省は、1999年度から3年間に渡り、 専門的能力を持った指導者を育成するため、野外教育企画担当者セミナーを実施した。このセミナーは、民間の自然学校の先駆者として、ノウハウのある、財団法人キープ協会及び、国際自然大学校へ企画運営を委託し、全国各地で実践的に活躍中の指導者を講師陣に迎え、国立青年の家、少年自然の家を会場にして開催された。 様々な活動やコミュニケーション体験を単に体験だけで終わらせるのではなく体験した後にどのような体験をしたか気づいたことは何かなぜそのようなことが起こったかそこから何を学んだかなどについて考えていくことを通じて学習者の成長を図る方法である野外教育を学ぶことのできる大学は複数ある基本的に体育学教育学 心理学と関連した学部等に研究室として野外教育を専門的に学ぶ環境が整備されている。最も古い研究室は野外教育学会の事務局でもある筑波大学であり、その他にも大阪体育大学、新州大学、日本体育大学、東京学芸大学、琵琶湖整形スポーツ大学などでも野外教育に関する研究室や授業が行われている。 また、専門学校としては、国際アウトドア専門学校がある。ありがとうございます。